株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大クラシック最終戦菊花賞 G1 10月24日阪神芝 3000m に出走するステラヴェローチェ、オス3歳、一等菅井久志階級者、父馬子が20日、坂地で最終追い切りを消化した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。吉田隼人騎手がまたがり、同じく菊花賞に出走するヴェローチェオロと合わせ馬。株式会社 AI によるデモ音声です。追走する形で、4ハロン52秒3、12秒6のタイムで、両馬に1馬身遅れてゴールした。これはデモ音声です。無理をさせず、余力残しの内容は予定通り。これはデモ音声です。軽快なフットワークで駆け上がった。これはデモ音声です。不良馬場で行われたトライアルの神戸新聞杯を勝利。これはデモ音声です。皐月賞、日本ダービーで共に3着だった実力馬が、万全の体勢でラスト一冠ダッシュに。